富山競輪解説72周年記念瑞宝立山賞争奪戦ですが、2日目を終えました。まあ、二次予選、本命選手本戦のラインが、期待に応えるという、まあ、本命決着、そんな一日が多かったです。まあ、最終でちょっと、落車の事故はあったんですけれども、まあ、郡司浩平がしっかり、力と技で勝ち切る、松浦雄二もしっかり、人気に応える、その中で、新山恭平と北井勇気の2周、突っ張り先行でレースを支配する、この2つのレースがすごく輝いていたと思います。まあ、2人の強さと、そして期待の後ろでさせなかった佐藤慎太郎、この姿がありました。まあ、期待がすごく成長している、強いということがある中、ただ佐藤慎太郎としては、まあ、函館から、フレームを少し試していたものがあるんですけれども、準決勝では行った前のものを、もう一度使ってみるとのことなので、準決勝での佐藤慎太郎の動きがどうなのか、ここにも注目していただきたいと思います。準決勝3番の中から一つ予想を出していきます。狙うのは準決勝の10レースです。並びは5番、1番、9番、谷口良平、浅井光太、村田正和、2番、7番、4番、新山恭平、佐藤慎太郎、久米亮、6番、3番、8番、森田優也、恩田純平、天田裕樹、3分戦になります。新山としてはやはり前を取って突っ張れればというところですけれども、他の選手が非常にこう対策をこう練るということになってきます。もちろんその2日目の9レースで戦って敗れた森田、そして谷口良平としてはその浅井光太を連れた二次予選で、まあ、本人はもう何もできなかったというような形のレースになりました。新山が簡単なレースがやはりできないというところ、そしてまあ復帰戦になるんですけれども、森田優也3ヶ月ぶり、このレースでちょっと二次予選の分まで、強気な攻めを見せてくれれば、恩田純平が、突っ込んでいけると、ここにチャンスがあろうかと思います。恩田はこれからの関東の、まあ、番手であり、また3番手であったり、追い込み選手としての軸を担っていく、このメンバーで、その片鱗をまた結果で、示してくれるんじゃないかと思います。3番を軸に相手を4点、36点で狙います。準決勝の11レースは松浦裕二が人気を集めそうですけれども、増地匠がいますので、ちょっとここも狙いが広げても面白いかもしれない。準決勝12レース、ここは期待勇気に郡司浩平、この神奈川タッグになりました。まあ、今の期待の強さ、それを郡司が丁寧に引き出して後ろで仕事する、ここはワンツー、まあ、もちろん刺す方で、勝負していいのではと思います。